ミカカリオは、フィンランドバルケアコスキ出身のオートバイレーサー。ロードレース世界選手権 125cc クラスで2回シリーズ2位を記録し、250cc クラスでは、KTM のワークスチームに所属。2009年には、ルカティのサテライトチームである、プラマックレーシングから最高峰、モートジッピークラスにデビューした。1997年に、レース活動を開始し、 1999年と2000年にはフィンランドロードレース選手権でチャンピオンを獲得した。2000年にはスカンジナビア選手権でもチャンピオンになった。1999年の同選手権はシリーズ2。ロードレースで勝利を重ねるかたわら、カリオはアイスレースでも成功を収めている。フィンランドモーターサイクルアイスレース選手権の 125cc クラスで2000年、2004年、 2005年の3度チャンピオンを獲得。同選手権の 500cc クラスでも2004年、2006年の2度のチャンピオンを獲得している。125cc クラス2002年にフル参戦デビューを果たし、その年のルーキー・オブ・ザ・ヤーに輝いた。翌2003年の第14戦マレーシア GP では2位に入り、初表彰台を獲得した。初 PP。 初優勝は2005年の第2戦ポルトガル GP で遂げた。2005年、カリオはわずか5ポイント差でトーマスルティに敗れ、チャンピオン獲得を逃した。彼は、そのちょうど5ポイント分をシーズン残り3戦となった第14戦カタール GP において失っている。カリオは、ポールポジションからスタートし、レースをリードし続け、2位には、KTM のチームメイトのガボールタルマクシがつけていた。 タルマクシにはすでにチャンピオンの可能性はなくなっていたため順位キープのチームオーダーが出されていたところがファイナルラップの最後のストレートオーダーを信じているカリオはペースを落としアクセル全開ではなかったがフィニッシュラインまであと数メートルのところでタルマクシはスリップストリームから抜け出してカリオをパスし0.017秒差で勝ってしまったレース後タルマクシは ファイナルラップとは気づいていなかったと弁明した。しかし彼はフィニッシュライン通過直後に自身の勝利を喜んでおり説明と矛盾する。またチームはワンラップツーゴーのピットボードをファイナルラップ前に掲示している。ゴールの瞬間、KTM のチームクルーは大喜びしたが何が起こったのか気づいた瞬間それは大きな驚きへと変わった。タルマク氏は シーズン残りの参戦に参戦したが、最終戦のバレンシア GP 終了後直ちにチームを解雇された。もし、タルマク氏がチームオーダーに従っていれば、カリオと KTM はチャンピオンを獲得していただろう。ポイントでは、ルキと並ぶが、勝利数は5対4で、カリオの方が多くなるため、翌2006年、カリオは再び 125cc のタイトルに挑む。 これまでで自己最高となる3位を65ポイントも離す262ポイントを獲得したが、スペインのアルバロバウティスタに競り負けて2年連続のランキング2位に終わった。カリオは本シーズンに3勝、4回のポールポジション、11回の表彰台という成績を収めた。この年の終わりにカリオは2006年ベストフィンランド人ドライバー賞を受賞した。 エンデューロチャンピオンのサミュリアロ、ラリードライバーのマーカス・グロンホルム、F1 ドライバーのキミライコネンラを抑え、全投票のうち33.1%を獲得した結果の受賞だった。250cc クラス 125cc クラスで5、シーズンを経験した後、2007年にカリオは 250cc クラスにステップアップし、レッドブル KTM チームで、 日本の青山博和のチームメイトとなった。翌2008年もチームに残留する。第8戦イギリス GP で14番グリッドから優勝を果たし、ポイントランキングのトップに躍り出たが、その後はライバルのピアジオ勢のマシンの速さについていけず、マルコシ・シモンチェリ、アルバロバーティスタの二人に抜かれて、ランキング3位に終わった。モートジッピークラス2009-2009年。 イタリア GP にて2008年10月19日、カリオは翌2009年シーズンはニッコロカネパのチームメイトとしてプラマックレーシングで最新型ワークスマシンのドゥカティデスモセリチ GP9 を買ってモート GP クラスに参戦することが発表された。第7戦、ダッチ TT でクラッシュを喫し、左手の薬指の先端部分を失う重傷を負ってしまい、 自戦アメリカ GP を欠場することになった。その後8月10日に、ケイシー・ストーナーが体調不良のために参戦欠場することが発表され、カリオは一時的にその代役として、ワークスのドゥカティ・マルボロチームで走ることになった。この年の最高順位は、ドゥカティ・マルボロから出場した第13戦サンマリの GP での7位、シリーズランキングでは15位となり、 ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得することができた。2010-2009年9月30日には、プラマック・レーシングと1年間の契約公開を行ったことが発表され、2010年はアレックス・エスパルガロをチームメイトにモートジッピークラス2年目のシーズンを戦うことになった。しかしこのシーズンは苦難が続き、チームメイトの後陣を敗するのが常となってしまい、 1>, 1桁順位フィニッシュはわずか2回に止まった。2010年10月17日、カリオはシーズン終盤の2戦に出場せず、そのままチームを去ることが発表された。第3戦フランス GP で負った肩の怪我の痛みがひどくなったため、その治療に専念することが理由とされた。元にクラス2011年シーズン、モートジッピークラスでのシートを失ったカリオは、 元にクラスから出直しを図ることとなり、マーク VDS レーシングでスコットレディングのチームメイトを務めることとなった。このシーズンはモートジッピーからの降格ではあったものの、扱いとしてはルーキーシーズンとなった。スッターのマシンを買った、このシーズンは序盤こそ苦戦が続いたが、終盤に入るとポイント圏内への進出が増え、最終戦バレンシア GP では、 難しいコンディションのレースの中でキャリアを生かした実力を発揮し、2位表彰台を獲得した。このシーズンは合計8度の入賞となり、ランキングとしては16位に止まった。2012年シーズンもレディングと共に同チームに残留し、元にクラスに参戦。チームはマシンをスッターから昨年のチャンピオンマシンであるカレックスへと変更することとなった。 この変更は功を奏し、カリオ、レディングと共に開幕戦から安定して、上位陣に接近するようになる。カリオは、第8戦ドイツ GP で、アレックス・デアンジェリスとのバトルを制止クラス2度目となる2位、表彰台を獲得し、ランキングでも6位に進出した。2013年シーズンも引き続き同チーム体制で、レディングと共に、元2クラスに参戦。表彰台4回。 ポールポジション1回、優勝1回を獲得し、ランキング4位に進出した。2014年シーズンは開幕戦カタール GP で2位、表彰台を獲得すると、第4戦スペイン GP では、ポールトゥーインを果たしさらに第5戦フランス GP でも、優勝しに連勝を果たす。その後も、第8戦オランダ GP から6連続表彰台を獲得し、ランキング2位に進出した。 2015年シーズンは至るトランスレーシングへ移籍シーズンを通して苦戦を強いられ、シーズン途中に QWWF レーシングへと移籍。この年は一度も表彰台を獲得することはなく、ランキング15位に止まる。モートジッピークラス復帰2016年シーズンからは、モートジッピークラスに参戦する、KTM のテストライダーを務める。最終戦バレンシア GP に、 レッドブル KTM ファクトリーレーシングよりスポット参戦した。2017年シーズンも KTM のテストライダーを務めた。レギュラーライダーの代役参戦などで4戦にスポット参戦し、ランキング24位。2018年シーズンも KTM のテストライダーを務める。2戦にスポット参戦し、ランキング25位。 2019年シーズンも KTM のテストライダーを務め、レギュラーライダーのヨハン・ザルコのチーム離脱により、第14戦アラゴン GP より6戦に代役参戦した。ランキング26位に進出した。フィンランド国内選手権 125cc クラス、スカンジナビア選手権 125cc クラス、ヨーロッパ選手権 125cc クラス。 フィンランド国内選手権 125cc クラス。フィンランド国内選手権 500cc クラス。ありがとうございます。